上高寺駅延慶。手前に流れるのは玉野川。低密寺ただし密寺駅は愛知県春日井市玉野町にある東海旅客鉄道中央本線の駅である。駅番号は CF10。運行形態の詳細は中央線を参照。玉野の川の渓谷岸に立地。高蔵寺駅からわずか数分で周囲の景色は一変し、 川沿いの崖にへばりつくように作られ、秘境駅の趣もあるが、名古屋への通勤圏に属しているため、隣のここ圏駅と同じく1時間に上下各4から7本程度の列車が往来し、なおかつ車でのアクセスも容易である。なお、駅の所在地は、カスガ市であるが、川を挟んだ対岸は、瀬戸市であり、駅名の由来となった定密寺も瀬戸市側にある。 相対式ホーム2面2線を有する地上駅。下りホームへは、線路下を横断するためトンネルからアクセスする。国鉄時代に無人化された後しばらくは、簡易委託駅となり、駅の入り口脇の売店で、近距離乗車券を販売していたが、現在では、高蔵寺駅管理の無人駅となっている。自動改札機の設置はなく、とかは、簡易改札機による対応となっており、 チャージなどの取り扱いはできない。カスガイ市統計所によると、1日の平均乗車人員は以下の通りである。また通勤、通学での利用客は、ほとんどが瀬戸市民である。駅周辺は山の中であり、住宅は少ない。廃墟化した建物も目立つ。かつて、多治見駅高蔵寺駅間には14カ所のトンネルがあり。 これらの工事では20名以上の犠牲者が出たという、上工事駅の近くに工事巡職者の慰霊碑がある。これらのトンネルは、1966年に、愛機トンネルの完成で、伏線電化により、廃線となったが、2009年2月に、愛機トンネル群として近代化産業遺産、俗33に認定されている。一般公開の日には、当駅が、最寄りとなるため、 多数の来場者で混雑するほか、快速の一部臨時停車が行われ、派遣された職員が対応に追われる。ありがとうございます。